台南市立体育場は台湾台南市南区にあるスポーツ施設である。野球場、陸上競技場、サッカー場のほかインドアプール等からなる総合運動公園である。1928年の昭和天皇の即位の霊虚校を記念して建設された総合運動公園である。1948年10月の接種当時は陸上競技場、野球場、テニスコート、 水泳場のみであった。現在台南市政府教育局の管理運営で、陸上競技場、野球場、サッカー場、ラグビー場、プール、クレー射撃場、自転車競技場等が整備された。また公園として、観音波水池や噴水なども整備されている。会場当初からあった施設の一つ。 1978年に拡張工事を行ったが、1982年にトラックをイタリアのモンド社製に張り替え、スタンドの塗装も行った。設備は400メートルトラック8レーンと補助レーン。スタンドはメインスタンドが FRP 製ジートが1350席。その他がアルミ製座席が7000席ある。その他事務所、機品室、プレスルーム、機材室を備える。 大型イベントなどがない時には一般に無料開放されている。ナイター施設を備える野球場で現在統一セブンイレブンライオンズの本拠地球場となっている。サッカー専用の球技場。ピッチは天然芝で観客収容人数は1万5000人。台湾のトップリーグである台湾社会人高級サッカーリーグの開催地の一つとなっている。 1982年にスタンドにアルミ製座席を設置した。台湾では唯一のラグビー専用球技場で1970年に台南市で開催された第25回台湾賞運動会の会場の一つとして建設された。ピッチは天然芝でピッチサイズが150メートル点75メートル。観客収容人数は2万人。ラグビー 台湾代表の試合等にも使用される。台南駅より、市営はスゴ系統に乗車、体育公園下車、あるいは二系統に乗車、南門土下車、徒歩3分。ありがとうございます。